ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたにですね、健康のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日もですね、家電シリーズ続きます。はい、まあ本当に私の主観的な話になるのでですね、納得していただくのか納得していただかないのかっていうのはですね、もうあなた次第で全然結構なんですけど、これが私の意見ですので、参考にしていただければなというふうに考えています。今日はですね、電子レンジのお話です。前回掃除機だったりとか炊飯器のお話したんですけど、今日は電子レンジですね。うち電子レンジないです。電子レンジいらないって書いてありますけども、電子レンジもですね、使わなくなって、5年くらいになりますかね。5年くらいになりますけど、必要性を感じたこと一回もないですね。はい、一回もないです。不便さ感じたこと一回もないですね。で、電子レンジなくいくと困るでしょって言われるんですけども、困らないですね。なんで必要なんですかっていうふうに思ってしまいます。うちはその冷凍食品とかも食べないですし、電子レンジで温めたりとかもしないのでですね、必要性本当感じたこと無ですね。ゼロです。はい、電子レンジについてもですね、いろいろあります。調べるといろいろあります。調べていただくと、電子レンジ危険とか調べていただくといろいろ言われてます。電磁波の問題とか、放射線がなんちゃらだとか、ビタミンが壊れるだとかですね。そうですね、そういった問題ですよね。ソ連がなんちゃらだとかですね、いろいろ言われています。私もやっぱりすごくですね、神経質に考えていた時期もありました。やっぱり電磁波の問題とかですね、でもいろいろやっぱりその賛否両論あるのでですね、リスクとして回避する方がいいのかなくらいの感覚で私はいます。実際はですね、あと電子レンジを使う必要がないので、そもそも電子レンジ絶対使いたいっていうふうに思わないので、使わないよりは使うよりは使わない方がいいのかなっていうふうに思ってるので、そういう電磁波の問題とかも使わなければ心配ないですよね。なのでそこら辺に対してはどうぞ勝手に考えててくださいみたいな、私は使いませんけどみたいな。そうですね、有名な話がやっぱり電子レンジをこう濡れた猫をですね、飼い猫のペットの猫を電子レンジで乾かそうとしたら猫が死んでしまったっていう話があるんですけども、これは当たり前ですよね。あとイメージ的なところで圧力鍋の話も前回しましたけども、電子レンジでですね、温めるっていうのは、急激にものすごいスピードで温めるわけですよね。自然なことではないので、それやっぱり食べ物壊れるんじゃないかなっていうふうに私は感覚的に考えています。っていったところで、電子レンジ使わないっていうところもそうなんですけど、電子レンジを使わない一番の理由は美味しくないからです。単純な理由です。例えばじゃあさつまいもを電子レンジで温めます。水分パッサパサに飛んで美味しくないですよね。トウモロコシもこう電子レンジでチンしますとか、パッサパサになって美味しくないですよね。はい、あとはもう冷えたものを電子レンジで温めるとか、もう美味しくないんですよね。はい、なんかこうべちゃべちゃになったりとか、パサパサになったりとか、普通にこう調理するよりもやっぱり簡単でいいかもしれないですけど、美味しくないっていうのが私のですね、一番の理由です。はい、あとやっぱり目障りですね。はい、目障りです。できるだけ機械は電気はですね、家電は置きたくないので、目障りなので置いていないし、必要性を感じていないので置いていないし、美味しくないので置いていないっていうところですね。はい、トウモロコシだったら蒸した方が絶対美味しいですし、さつまいもだってゆっくりゆっくり熱を入れた方がすごく甘みを増して美味しいんですよ。だからやっぱりゆっくり熱を通した方が物も壊れないと思います。普通に考えてそうですよね。急激にバーってやったらそれは壊れるじゃないですか。食べ物としてどうなんですかっていうところも私の中でありますので、理論的なこといろいろあります。電磁波の問題とか、はい、それも一理あるというか、やっぱり確実な話ではないので、私も無責任なことは言えないので、そういうこともあるんじゃないかな。そもそも美味しくないよねっていうところが、あと目障りだよねっていうのが私の意見ですので、電子レンジは使わないですね。で、冷凍ご飯をじゃあ解凍するときどうするんですかとか聞かれますけど、うちはそもそも冷凍ご飯ってないですね。冷凍はしないで、例えば食べなかったご飯は冷蔵庫で冷やしておいて、それをまた蒸して食べたりとかですね。蒸すとすごく美味しいですよ、ご飯。はい、すごく美味しいです。布巾で濡れた布巾で包んで蒸してあげるんですね。すごくふっくらして美味しいですし、あとはお粥にしてあげたりとかしますね。はい、体が疲れてる時とかお粥の方がやっぱり消化にいいので、お粥にしたりします。あとはですね、うちはパンをうちの妻が焼くので、米粉を入れてパン焼いたりしますよね。それをうちはですね、
残ったご飯をお粥みたいにドロドロにしてですね、それを小麦粉と少し混ぜて、ご飯と小麦粉を混ぜてこねてパンにするんですね。よくごパンって呼んでます、はい、すごく食べ応えがあっていいですよ。まあグルテンフリーではないですけども、まあ、小麦にはもちろんこだわっていただきたいんですけども、半分グルテンフリーみたいなパンになるので、すごく食べ応えのあるあのパンになります。まあ、 あのご飯というよりもおやつとして、あの嗜好品としていただくくらいですけどね。そういったところで残りのご飯っていうのは、あとはうちはおにぎりにしていますね。おにぎりにして、混ぜご飯にしておにぎりにして、でもうお腹が空いた時に食べるようにあのしています。といったところで冷凍ご飯っていうのはあのうちはないです。あとはもう冷凍食品ももちろん食べないですし、なので電子レンジの必要性って全然感じないっていうところが実際のところではあります、はい。まあ、本当にそれぞれの生活習慣というか生活のリズムによってですね、使いたい方は使えばいいんじゃないですか、私は使いませんけどみたいな感じですね、はい。それであのやっぱりこう生活がこうなんていうんですかね、生活の質が下がるっていうのは私は嫌なので、まあ、うちでは電子レンジは必要としていないので使っていないっていうところですね。じゃあですね、あの先生のこと何があるんですかっていうことをよく聞かれるんですけど、うちにある家電はですね、冷蔵庫やっぱりあります。冷蔵庫はですね、さすがにやっぱりあの必要なのであります、はい。で冷蔵庫もあんまり見た目が好きじゃないので、うちですね、あのペンキで塗りました。実はペンキで塗りました。あの黒板塗装って知ってますかね。黒板塗装って黒板になる塗装があるんですね。黒板って言ってもいろんな色があって、赤色のですね黒板塗装で塗って、そこにですね子供たちがこうお絵描きできるようにしたんですよ、はい。まあ、私のインスタグラム見ていただくと結構昔の方の写真であるんですけど、あの黒板塗装にしてですね、部屋に置いてもこうあの嫌な感じがしないようにしました。あとはですね、あとオーブンはあります。ちっちゃなオーブンなんですけど、コンベクションオーブンといってこうファンがついてるオーブン、やっぱりパンとか焼いたりとかするので、オーブンはやっぱり必要ですね。そんなにこう進んでは使わないですけど、やっぱり高温になるので、まあ、フリーラジカルとかいう話はあの結構前にしたんですけど、熱をやっぱ入れれば入れるほど食べ物ってやっぱ壊れてしまうので、調理はオーブンはできるだけ使わないようにしますけど、やっぱパンを焼くときとかやっぱり使います。あとはあのバイタミックスってご存知ですかね。バイタミックスってアボカドの種も粉々にできる、まあ、ミキサーというかブレンダーがあるんですけど、それもありますね。すごくやっぱりあのそれは便利なので、はい。きな粉を作るときとか米粉を作るときもできますからね、はい。大豆をいってこうきな粉にしたりとかもしますし、あとタヒーニっていってごまをですね、ごまのペーストにするときもあの使えるので、すごくやっぱりバイタミックスはあの便利ですね、はい。あとはコーヒーをあの休みの日は飲むので、コーヒー の, あのミルですね、あの電動ミルもあります。あとはですね、あと扇風機もありますね。うちあの冷房がないので、あの扇風機はあります、はい。あとは何ですかね、あとはパソコンも あります。で、逆にうちはテレビないです。テレビはないです。テレビも本当に見なくなって、もう5年くらいになりますかね。テレビはあの必要ないですね、はい。テレビ必要ないです。テレビをつけると、やっぱりテレビ見ることになるので、何もできないんですね。本読んだりとか、あの何か、したいこともできないので、うちはよくラジオを聞きますね。ラジオを聞いて音楽を流しながら本読んだりとか、それこそ家事をしたりとかできるので、テレビってやっぱりこのコミュニケーションが減ると思うんですね。なのでテレビがないとすごく家すっきりしますよ。すごく家すっきりします。家の中すっきりするので、テレビはうちはないですね。そのくらいですかね、はい。あと洗濯機はあります。洗濯機はあります。やっぱり手洗い、旅行中はずっと手洗いしてましたけども、やっぱ今子供の布おむつだったりとか、やっぱ洗濯機は必要ですね、はい。そのくらいですかね、うち の家電は、はい。意外とありますかね。でもやっぱり先ほどお伝えした、今までお伝えした電子レンジとか掃除機とかですね、まあ、炊飯器とか、できるだけ家電は置かないようにすると家の中すごくあのすっきりするので、やっぱり生活していてこうそういう気分的にやっぱりいいのかなっていうふうに私はあの考えています。もう本当に主観的な話になってしまったんですけども、こんな感じで私のこう生活についてのお話っていうのは、まあ、このくらいでこう一通りお話したかなというふうに考えています。はい、ちょっと最後の動画長くなってしまいましたけども、またもしですねご質問とあれば、いろいろあのご質問いただければお答えいたしますので、ぜひあのご質問ください。次回以降はまたちょっとファスティングの話とか食べ物の話に戻ろうかなというふうに考えていますので、また次回以降の動画も楽しみにしていただいて、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います、はい。
ではですね、私のちょっと洗剤から、ドラッグストアから家電シリーズっていうちょっと長く続きましたけども、お付き合いありがとうございました、はい、では本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。